函館市文学館は、北海道函館市末広町にある文学館。石川拓木など主に、函館市にゆかりのある作家に関連する資料、約250点を収蔵、展示している。所在地は、北海道函館市末広町22の五。建物は1921年に竣工。設計は西村浩二と八木健一。思考は清水組。 構造は、レンガ及び鉄筋コンクリート造り、3階建てであり、花崗岩と茶色のタイルが調和した外観である。文学館として開館する以前に改修、修復工事が施された。函館市の景観形成指定建築物に指定されている。1階及び2階が展示室となっており、函館ゆかりの作家の原稿や筆記用具などの常設展示のほか、 函館市中央図書館所蔵の石川卓木コレクション、卓木文庫の直筆資料が、期間入れ替えで展示されている。最寄り駅は、函館市電、末広町駅。函館市文学館。E 函館事務局。2015年1月22日閲覧。AB、遠隔。株式会社ジャックス。2015年1月22日閲覧。半沢公平。 市文学館、中庭テラスを、開放読み聞かせなどに活用。函館新聞。https コロンスラッシュスラッシュデジタル .hakoshin.jp スラッシュライフスラッシュカルチャースラッシュ85812017年10月14日閲覧。函館市文学館。函館市公式観光情報はコブラ。2015年1月22日閲覧。 景観形成指定建築物等一覧。函館市。2015年1月22日閲覧。函館市文学館。函館市公式観光情報はコブラ、2015年1月22日閲覧。ありがとうございます。